ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、どうしたんだ？知ったら後悔するような雑学を教えてほしいなと思ってさー。その気持ち、少しわかる気がするぜ。ってことで今回は、知ったら後悔する雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは、内断熱マンションはカビやダニが大量発生しやすいだ。内断熱マンションって聞いたことあるけど、どんなものなのかよく知らないんだよね。内断熱というのは、発泡系の断熱材をコンクリートに吹き付ける施工技術で、ほとんどのマンションには内断熱が使われているんだが、そんな内断熱は定期的に換気や適切な温度管理をしないと、カビやダニなどが大量発生してしまうんだぜ。今まで湿度とか換気を気にしてなかったから、私の家はもう手遅れかもしれないよ。かもな。二つ目に紹介するのは、チャウチャウは食用に改良された犬だ。顔の周りのたてがみのような毛と困っているような顔が特徴的なチャウチャウ。もともと猟犬として飼育されていたんだが、その後は口脚を細い棒状にして太りやすくするなどして食用の犬として改良されたんだぜ。え、あの可愛いチャウチャウが食用の犬？ああ。現在でも中国の一部の地域では、伝統料理としてチャウチャウを食べる風習があるんだ。そしてチャウチャウの骨は漢方にもされたり、毛皮はコートの素材として使われているそうなんだぜ。あんなに可愛いチャウチャウを食べているなんて、知らなければよかったよ。三つ目に紹介するのは、潮風の匂いはプランクトンの死骸の匂いだ。霊夢、潮風の匂いの正体を知っているか？なんだろう？実は潮風の匂いの正体は、プランクトンの死骸なんだぜ。え、ショック。今まで私がいい匂いって思ってたのは、死骸の匂いだったなんて。でもあの匂い、癖になるんだよね。その気持ち、よくわかるんだぜ。四つ目に紹介するのは、仮装するときはカツラは外されるだ。薄毛で悩んでいる人って、結構多いよな。確かにそうね。そんな薄毛の悩みを一瞬で解決してくれるのがカツラだ。だが、そんなカツラは仮装されるときに、一緒に焼くことができないんだぜ。え、一体どうして？カツラに使われている人工の毛と皮膚は、塩化ビニルでできているんだが、塩化ビニルを燃やすと、ダイオキシンという猛毒性を持つガスが発生してしまうんだ。つまり、塩化ビニルで作られているカツラは、危険だから NG ってことなのね。そういうことだ。だがな、少しばかり根は張るが、人毛 100% でできたカツラなら問題ないぜ。なるほどね。5つ目に紹介するのは、喫煙者の7割がニコチン依存症だ。タバコにはタールやニコチンが入っているが、実はニコチンはヘロインよりも依存性が高いということを知っていたか？そうだったの？使用が禁止されている薬物よりも、流通しているタバコの方が依存性が高いってやばいじゃん。そういうことだ。そして喫煙者の7割がニコチン依存症だと言われていてだな、ニコチンが切れてしまうと、ある禁断症状が出てきてしまうんだぜ。禁断症状？ああ。数時間タバコを吸わないだけでそわそわ、ムズムズ、イライラしたり、吸いたくて仕方なくなり、貧乏ゆすりが止まらない。ひどい場合、無性に不安になったり、死にたいと思ってしまうこともあるんだぜ。ニコチン切れ、めちゃくちゃ怖い。6つ目に紹介するのは、走れなくなった競走馬は食べられてしまうことが多いだ。アニメやゲーム、声優さんが行うライブなどが人気の、メディアミックス作品である馬娘が大人気になった影響で、競馬の方にも注目がされているよな。そうだよね。私も馬娘の影響で、去年の有馬記念に1万円単勝でかけたんだけど、惨敗だったわ。それは残念だな。そんな競馬で走るサラブレッドと呼ばれる馬たちは、平均寿命が20から30歳と言われているんだが、なんと4から5歳で引退し、その後の長い余生を引退馬として過ごすんだ。競走馬でいられるのは、たった4、5年なんだね。思ってたよりも短かったよ。めちゃくちゃ短いよな。そして登録抹消される馬は、年に1万頭いると言われているんだが、そんな馬たちの受け皿は少なく、天寿を全うできる馬は、多くないのが現状なんだぜ。そして多くの馬たちは殺処分され、馬肉、動物の餌、革製品などに使われていたり、馬油はシャンプーや、スキンケア用品に使われているんだ。そうだったのね。競走馬が引退した後のことなんて私、考えたことがなかったよ。7つ目に紹介するのは、おならの匂いを嗅ぐことでいろんな病気の予防になるだ。おならが好きな人って、なかなかいないよな。まあそりゃそうよね。だがな、イギリスのエクセター大学の研究者の発表によると、おならを嗅ぐことで、脳卒中、心臓発作、癌、認知症のリスク軽減に効果があるらしいんだぜ。え、おならが体にいいの？ああ。でもおならを嗅ぎすぎると逆に体に悪いから、適度に嗅ぐことをおすすめするぜ。8つ目に紹介するのは、ビタミン剤が健康にいいとは限らないだ。アメリカでは、日本よりもビタミン剤市場が大きくて、どこのドラッグストアに行っても、ビタミン剤は大きなスペースが設けられているんだぜ。確かに、日本でも結構見かけるけど、アメリカの方が市場が大きそうなイメージがあるよ。
それにしても、手軽にビタミンを摂取して健康になれるなんて、いい時代になったよね。いや、実はビタミン剤からビタミンを摂取することは、一概に体に良いとは限らないと報告されたんだぜ。え、そうだったの？ああ。ホプキンス大学教授のエドガー・ミラー氏は、調べてみるとビタミン剤やサプリメントで、長期的な恩恵を裏付ける証拠はない。心臓発作や脳卒中を予防する効果もないと言い切ったんだぜ。だがな、ミラー氏はビタミン D、DHA、EPA などの効能は結論が出ていないと強調しているぞ。なるほどね。これからは、あまりビタミン剤に頼りすぎないようにしてみるよ。9つ目に紹介するのは、イギリスの海洋医のほぼ全員がプラシーボ効果を狙って偽薬を処方したことがあるだ。なんとイギリスの医者たちのほとんどは、効果のない薬を患者に処方したことがあるということがわかったんだぜ。え？一体どうして効果のない薬を患者に処方するわけ？それはだな、プラシーボ効果という思い込みで治療する療法を行っているからなんだぜ。そしてこの療法は、イギリスの一般海洋医の約 97% が患者に行っていることが、調査によってわかったんだぜ。そんな頻繁に行われているのね。そうなんだぜ。ちなみに、イギリス以外の国でも同じくらい、プラシーボ薬が処方されているという研究結果も出ているぞ。暗示的な効果で、効果がない薬でも人の自然治癒力を高めてしまうってやばいよね。確かにそうだよな。最後に紹介するのは、凶悪化した熊のプーさんが次々と人を襲うホラー映画の制作が進行中だ。蜂蜜が大好きな、おっとりした性格を持つキャラクターの、熊のプーさん。そんな熊のプーさんがなんと凶悪化して、次々に人を襲うホラー映画が近々、放映されるんだぜ。そんなことしたら、権利に厳しいディズニーにコテンパンにされちゃうわよ。いや、プーさんはディズニーキャラクターとして有名だが、実は原作は1926年に発売された児童小説なんだぜ。そして原作のプーさんは95年の保護期間を過ぎたから、簡単に言うとプーさんはフリー素材になったんだ。その結果、あのほんわかしたプーさんが、なんとホラー映画に抜擢されちゃったってわけね。そういうことなんだぜ。この映画の制作会社はイギリスのジャギットエッジプロダクションズという会社で、監督、脚本はリース・フレイク・ウォーターフィールドが手掛けるんだ。ちなみにこの映画の撮影はもう終了しているそうだから、イギリスで近々放映されるだろうな。普段ホラー映画は見ないけど、この作品だけは気になるから見てみたいな。ということで、知ったら公開する雑学10選の紹介は、これにて終了だぜ。今回の解説はどうだったか？霊夢。今マリサの話を聞いて、すっごくハラハラドキドキして楽しかったわ。また機会があったら、教えてちょうだい。もちろんだ、霊夢。今度教える時も面白い雑学をたくさん教えてやるから、楽しみにしているんだぞ。うん、楽しみに待ってるわね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。